次のバンドの紹介をお願いします。はい、はい、じゃあ5番目 N スクの皆さんです。はい、夏の野外ステージに合うジャパニーズフュージョンの T スクエアのカバーバンド N スクです。インストならではのそれぞれの楽器の音を楽しんでください、はい、とのことです。なんかね、ちょっと夏のサウンドな感じがしてとっても楽しみでございます。いいですね。はい、じゃあそれでは N スクの皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。我々 N スクという5人組のフュージョン、とあるフュージョンバンドをコピーしているサイと申します。 N スクと申します。今日は20分ばかしお付き合いください。よろしくお願いいたします。我々も久しぶりのライブというか、本当に2年ぶりですね、ライブとしては。まあ、このコロナの関係でですね、いろいろできなかった、それはまあ皆さんも一緒かと思います。そんな中でですね、こんな機会を作っていただいたあのスタッフの方とか、あのご協力いただいているこの厚別区の方皆様にこの場をお借りして御礼を申し上げたいなと思っております。よろしく、ありがとうございます。でちょっと今電気がきましたね、はい、マイクの近づき次は注意ですね、皆さん気をつけてくださいね。この間に私ちょっとチューニングしながらですね、ちょっと厚別区の話を少しだけしたいなと、ね、あのついこの間聞いたんですけども、この厚別区っていう区はですね、札幌市の中でもとりわけ若返りが進んでる区だと。なんか都市計画の中でもそういった形で若い方をどんどん呼んでいこうとかって、ね、町のそこら辺に作ってるマンションなんかももうほぼ完売だって聞いてます。で平均年齢は大体40ぐらいかな。なので、まあ、札幌の中でもとりわけ明るい町だなと思ってます。そういう街でこういった催しをやらせていただける、まあ、この上ないもう強烈至極、まあ、至福の時間でございます。再度お礼を申し上げます。ありがとうございます。で、ね、我々今日は4曲用意してきてます。今やった曲はビクトリーっていう曲でございまして、まあ、勝利のっていう曲ですけどね、もしかするとスポーツ番組か何かの後ろで流れてたかもしれません、はい、もし何か聞いたことあるなっていう人は多分テレビで聞かれてると思います。でこれ以降3曲やるけど多分流れてないです。ですけどもいい曲ばかりを我々今日選んできました。で、まあ、もしかしたらなんかどっかでスーパーの野菜売り場の後ろで流れてるとかそんな感じで聞くかもしれませんので、あ聞いたことあるんだ、そうだ N スクってバンドがやってたな、あ今度見に行こう、そうなってくればありがたいかなと思っております。では早速ですね、2曲目ということで、ちょっと季節感を出した感じのシーズンズという曲をお送りいたします。
宮、一宮でした、失礼しました、ちょっと一宮我がバンドがですね、この女を泣かせる先頭に立っていただいております。あ、ごめんなさい、女性を泣かせる先頭に立っていただいております。よし、今日もいい感じでトロッとした感じ、残り2曲ですね、ちょっと激しめの曲をですね、今日は用意してきましたのでですね、準備ができ次第お送りする予定です。少々お待ちください。それではお送りいたします。Knock that chat!
Love That Chat という曲でございまして、まあ、曲名は覚えなくてもいいんですけども、こうなんか陽気な曲だったなと思うと、っていうことで覚えていただければなと思います。あとちなみにこの曲はですね、大体30年ぐらい前の曲です。なので、この T スクエアというバンド我々コピーしてますけどもね、そこももう35周年を超えて、まあ、残念ながらだんだんちょっと、新しい曲とかは作ってありませんけども、我々はその古い曲、昔の曲をですね掘り起こしながら、こんな曲があったんですよということをですね、津々浦々全国いろいろところを回って、全国っていっても北海道っていう小さいエリアの、しかも札幌というエリアですけども、そういったものを細々とやっております。で、今後も同じ活動を続けてまいります。なので今日こんなバンドを見ていただいて、あ、面白いなと思っていただけたらですね、一言お声掛けをいただければですね、うちのリーダーがですね、後ほど菓子折りを持ってご挨拶に言わせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。では最後にお送りする曲はですね、皆さんチューニングとかよろしいですか？よろしいですか？チューニングが終わってないのは私でした。すいません。チューニング完了です。では最後にお送りする曲はですね、先ほど今お送りした曲と同じ年代、約30年ぐらい前の曲でございます。メガリス。We'll be right back.
とうございます。 N スクでございました。また会う日まで。 N スクの皆さんありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。いや素晴らしかったですね。なんかインストのボーカルがねないインストのバンドってなかなかちょっと珍しかったりするんですけれども、夏らしいサウンドをお届けいただきました。ありがとうございました。